ボンドチャンネルをご覧の皆様こんにちは。ボンドショップ浦和酒井です。今日はこちらメルセデスベンツ、CLA45、 こちらのシューティングブレイクですね、なんとこちらの車今回エディション化しようということで、ちょっとパーツをお取り付けしていきます。はい、こちらパーツです。これはまずリアですね。リアのディフューザーの、下にこうさらにカナードというか、まあフラップがつくような感じですね。二重になる感じです。アンダースポイラーみたいな、はい、そのパーツです。で、まあこういったベースになるものとビスト、穴開けが必要になりますんで、その加工の方もちょっとしていきます。そしてはい、こちらちょっと分かりにくいかもしれませんが、あのフロントの、ダクトの部分ですね、両サイドのの黒いトリムになります。まあこれがあるないで結構見た目の印象が違うので、まあこれをつけた後ちょっと楽しみにしていてください。そしてこれがリアですね。リアのこの、まあサイドダクトというか、ここに、外からこうエクステンション的にダクトをつける感じですね。ダクトじゃないんですか、はい、アクセントみたいな感じです、はい、あとはフロントのカナード、これが下と、ちょっとごめんなさい、袋から出してなかったんですが、もう一個ちっちゃいのがこうつくような形になります。そちらの方も取り付けしていきます。はい、フロントバンパーの方外していきます。ちょっと養生をして、でライナーは外しました。でこの中に集中カプラーがいて、サイドの部分、ビスで止まってます。わあ、 M139 エンジンですね。 A45 と一緒のヤバいのが乗ってます。じゃあバンパーを外していきます。でこっち側はあのファンがいるので、ちょっとライナー外すのが大変でしたね。あとアンダーカバーもですね、外してあります。はい、バンパーが外れました。で今回取り付けするのはここのあのダクト周りのトリムですねと、カナードで、カナードがあの穴開け加工になるので、ちょっと今回バンパーを外しました。はい、じゃあ物を仮合わせしていきます。はい、こちらフロントバンパー下の、カナード部分ですね、仮当てしてみました。であとは、ビス穴を開けて、はい、取り付けていきます。でここトリムちょっとつけてみました。両面テープで貼るだけなので、上からパコッとつけました。ちょっと保護フィルムがついたままなのでツヤがないですが、後で剥がします。はい、こちら後ろです。はい、で、このまずサイドの大きくなるダクトカバーみたいなものをつけていくんですが、ノーマルのグリルっぽいこのカバーは裏から爪で止まってるだけなので、ちょっとアンダーカバーというか外して覗くと、爪が起こせますので、それでポロッと外します。でこっちが外しました。こんな感じです。で、そこにこの台座をちょっと取り付けるような形ですね、はい、でここに、あの黒いピアノブラックのパーツが取り付けされます。でこれも穴開けして取り付けなので、今からそちらの方作業していきます。着きました。まあディフューザーとグロスのブラックが一緒になるんで、かなりいいアクセントです。はい、アンダースポイラーちょっと今仮合わせした状態でちょっと位置を見てます。はい、で今仮当てをして、この端っこのちょっと下駄になってるような部分、ここを穴開けして固定していきます。はい、というわけで完成です。
作業の方終わりました。ちょっと車の方を見てください。まずフロントですけども、大きなカナード、これがつきましたのと、グリルの周りに黒いトリムがつきました。これだけで結構こうグリルが大きくなったように見えるような感じがありますね。幅広感がすごい伝わります。張り出してる感じがあるんで、かなりワイドな印象ですね。はい、そしてここをグロスに塗ったらもっと統一感が出るかもしれないですね。こちら後ろですけども、アンダースポイラーですね。このまあちょっと見にくいんですが、ディフューザーの下にウィングのような形のものスポイラーがつきまして、で一応外側もちょっと下駄のようになっているので、ここが隙間空いてます。はい、そして、横のこのダミーのダクトのところも、黒いトリムが一緒になって、こうちょっと大きくなったような感じですね。シューティングブレーク、リアウィングもついてるんで、結構こう迫力が出ましたね。厚みが出たというか、いい感じです。ということで、今回、こちら CLA45S シューティングブレーク、エディションパーツの取り付け紹介させていただきました。まあ、モンド各店それぞれの車種エディションパーツなどももちろん取り扱ってますので、僕の車はつくのかなっていうような気になるようなことがあれば、ぜひ問い合わせの方お待ちしております。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。またボンドチャンネル登録がお済みでない方は登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではボンド浦和酒井がお送りしました。ありがとうございました。